ガイツは北海道札幌市で結成された日本のメロディックデスメタルバンド。2009年に結成されスーサイドヘブンとして活動していたが2011年にバンド名をガイツに改名した。バンド名の由来はバンドの中心人物の領事と主事の父親の経営する美容室の名前。2009年5月、領事と主治の篠本兄弟を中心に札幌で前進となる スーサイドヘブンが結成される。その後、拠点を札幌より東京へ移す。2011年の東日本大震災を機に、バンド名をスーサイドヘブンからガイズに、改名2012年には、バッケンオープンウェア出場をかけた、メタルバトルジャパン決勝ラウンドへ進出。優勝は逃した。同年後半に、ディサルモニアムンディのエットレイリーゴッティを、プロデューサー、レコーディングエンジニアに迎え、 デビューアルバムをレコーディング。2013年6月にファーストアルバム、ファシネーティングバイオレンスを、エットレがオーナーのコロナーレコードからリリースした。アルバムリリース直後にメンバーチェンジがあったものの、本作はアマゾンのハードロックヘビーメタルカテゴリーランキング1位、また、バーン、市の輸入版チャート1位となった。3月には、初の海外公演を韓国で行った。 2014年9月、ファーストアルバム、ファシネーティングバイオレンスが、ビクターエンタテインメントより、リリースされることになった。韓国のエボリューションミュージック、台湾のマグナムと契約を結んだ。また、ハウリングブルーエンターテインメントとマネジメント契約を、締結。スタヤオーウエストの東京公演は、満員御礼となり、入りきれなかったファンのために、急遽、六本木ブルーシアターで、 追加公演を行った。2015年にセカンドアルバム、ブラック・ブライドをリリース。2016年に入って、ソイルワークの日本ツアーに出演。8月には、サマー・ブリーズ・オープン・エアーに日本人アーティストとして初出演した。翌日は、ドラゴン・フォース・チルドレン・オブ・ボドムが出演するスロバキアのモア・ザン・フェストにも日本人アーティストとして初めて出演。 2017年に入ってギタリストの領事は専門誌ヤングギターに半年間の掲載を始め、その中でベートーベンの月光のメタルバージョンの映像も公開している。また2月から配信されたプレイステーション4のゲームレッドイット第2もオリジナル楽曲を提供した。3月にはバトルビーストマジェスティと共にヨーロッパツアーを行った。 2017年3月、サードアルバム、ノーザンヘルソングを、ユニバーサル・ミュージック・ジャパン参加のバージン・ミュージックより、リリース。2018年2月には7万トンズ・オブ・メタルに、初の日本人アーティストとして招聘された。帰国後は、地元、札幌雪祭りのステージに立つ。4月には、台湾で行われるハートウンフェスティバルに出演。2018年6月13日、 北海道150年事業サポート局を含めた初公式シングル流銀をリリース。同年12月、ドラマーの主事が体調不良のためバンド活動が難しい状態であることが公表され、帯道ツアーのキャンセル等も発生した。2019年5月10日に新アルバムアジアンカオスのリリース情報の公表が行われ、合わせて領事のギターの師匠である新海が マニピュレーター兼ギタリストとして新規加入することも発表された。また、体調不良の主事はバンド活動に参加することができないため、サポートドラマーとしてハンニャが加入した。ただし、バンド側はあくまでも主事の復帰を待つスタンスであり、領事はハンニャについては仮面で顔を隠して参加してもらうと述べている。2二2一年一月一日、主事が活動再開の上、 1>, 1月リリースのファーストシングル、サムライメタルに参加することが発表された。レーベル、コロナレコード、ビクターエンタテインメントシナバン、CR03 に、ビルマイナス64197発売日、2013年6月4日2014年9月3日、レーベル、ビクターエンタテインメント、コロナレコードシナバン、ビルマイナス64303、64, CR037 発売日、2015年2月25日2015年6月9日、レーベル、バージンミュージックシナバン、UICN-1089 発売日、2017年3月29日タイトル表記に関する補足、ユーピスイコールアイヌ語で、雪、ブラックシュマリイコール黒キツネと写真の撮影地である、シュマリ内、カムイ、イコール神、高級、 イコール一般的には狼また狩りの神、レインドラゴンイコール、ウリュウ軍。ありがとうございます。